海と日本プロジェクト in 静岡県推進リーダーの加穂です。佐奈です。今日の話題はこちらです。早速ご覧ください。去年12月、東京隅田川エリアで海と日本プロジェクトスポゴミ甲子園全国大会が開催されました。スポゴミ甲子園とは、全国30道府県の高校生がゴミ拾い日本一を競い合う大会です。海洋ゴミ問題を自分たち自身の問題として捉え、自分たちができることから始めるきっかけ作りのイベントです。各地区大会を勝ち抜いた高校生3人1組のチームが制限時間内にゴミを拾い、その質と量でポイントを競い合いました。静岡県代表は静岡県立沼津商業高校チームアンダー18ゴミ拾い日本代表の北島大輝くん、秋山陽太くん、菅野敦樹くんが参加。見事全国4位の結果になりました。日頃からやっぱゴミはしっかり分別して、その本質は絶対しないっていうのは、ね、心に決めようかなと。人が見えないところにすごいゴミが落ちてて、そういうところでゴミ拾いすごい楽しいなって、いいスポーツなって思いました。全国的に広げれればこういう活動してるんだってみんな分かってくれて、みんなが意識変わるかなって思います。若い世代が一生懸命ゴミ拾いを行い、海のゴミ問題へのきっかけになったイベントでした。海と日本プロジェクト公式 YouTube チャンネルでいろいろな動画を配信中です。チャンネル登録お願いします。その他にも Facebook、Twitter、Instagram でも配信しています。フォローお願いします。海と日本プロジェクト in 静岡県でした。